少しちょっと画像が途切れまして申し訳ないです。それでこの目に中でくぐった中にタップして色をつけていきます。このように色をつけて、先ほど少し違った形の文字が出来上がります。それではそれは右から2番目のボタンをタップして、先ほどの2の文字の一旦閉じますので、目玉のところにタップして閉じますと、このようにして文字ができます。それでは選択レイヤーを一旦閉じますので、選択して一番上のボタンをタップして取り消します。それではこの後画像をもう少し同じところに入れたいと思いますので、一旦この目玉のを閉じます。そしてさらに画像、カメラの画像をタップして違う入れて、先ほどのようにこのようにして完成させます。そして今入れた画像は一番下に持っていきます。そうすることによって文字が入ります。で、文字が入りましたらこのようにしていただいても構いませんが、さらに動かしたい場合はレイヤーボタンをタップして画像を移動させたい方を選択します。今回は文字の方ですので、文字を選択して縦バーの上から3番目のボタンをタップして、このように動かさせていただく、で完了ボタンを押します。位置はどのように変わります。好きなような形で選択していただいて、このようにすると、先ほど言いましたように作品が だんだん良くなっていくと思います。終わりましたら完了ボタンを押して、そして文字が、先ほどの手書きで書いた文字がいいことでしたら目玉を閉じまして、目玉を開いていただいて閉じていただいて、先ほどのように文字を上へ上げていただくと、そうするとこのように文字が、文字のスライダーが潰してましたので右のを引くとこうなりますので、このように、また先ほどのように動かしたい場合は選択して上から3番目のボタンをタップして、このように動かしていただくといいと思います。終わりましたら完了ボタンを押して、そしてこの時に少し参考ですが説明しておきます。